はいどうも、テキウです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今日はね、マミヤを使っていきたいなと思います。で、今、戦闘力64,700。はい、一応こんな感じ。で、クラスアップは3まで来てます。あとはレベルは89、極意は全て20。で、星4。で、スキルは89。はい。で、装備はこんな感じと。気象とね、証が、まあ、足りないです。まあ、ここはまた、ぼっちぼっち、上げていくって感じですかね。コツコツ上げていくと。はい。ということで。まあ、まずはね、戦って、ちょっと確認すると。星をね、確認したいなと思います。で、今日はま、3戦くらい、やりたいと思います。行きましょう。はい。それじゃあ、対戦、やっていきましょう。相手も間に合い入り。まずは、受けないといけないです。ワンパンか。ワンパンで持ってかれたと。やっぱガード、出ないと厳しいですね。相手カスミン・シロが戦闘力9万くらいですか。ここマミヤ関係ねえやん、もうそしたらこのバトル。まあ星4でゴリゴリ持ったパターン、ああいいね。ガード発生とかするといいですね。強いね。まあちょっとなんか運みたいになっちゃいますね、この辺はね。ちょっとパイオン踏ん張ってくれ。詳細の時に話したんですが、レイを外してマミヤにしました。まあケンシロ外して銃剣するかもしれないです。あ、クリティカルね。金持ってく。まあ、後ろを持ってきましたね、一緒に。はい、ここ持ってきます。まあ、鍛え方が違いますから。やっぱりね、この95,000、ここまで育った霞剣士は凄まじいっすよ。これ全然違う。うん、これはちょっと早い戦いになりましたね。あ、ここで、ね、ケンシロ粘った。やるやん、これが主人公。やっぱ違うね、主人公は。まだ死ぬわけない。でもう一丁守っていくと。で、銃剣復活か。まだだ。なんかちょっとこれあれでしたね。なんとも言えない試合でしたね。1ターン目から落ちるというね。まあ、ちょうど耐久確認には良かったですね。みんなに行こうかも。マジ銃器やるやん。封じてくる、さすが。みんなに行こうかも。うん、いい試合ですね。初手でマミヤ落ちるときついね。でもお前の負けだよ。はい、次はね、現在3位の方、ギルドの方ですね、と戦いたいなと思います。まあこの王道の編成ですからね。お、やるやん、耐えましたね。邪魔よ。さあ、こっから、まあ、マミヤの耐久をねちょっと見たいっすよね。あ、結構受けたね。ガードできるかどうかやね。はい、結構狙われて、うん、一応耐えたか。ギリでしたね今のは。
まあやっぱちょっと星野は厳しいね。まあそれはもちろん厳しいですけどね、相手は星6とかなので、あれ全員星6かな。この私、まあその中に星4一人だけですからね、もちろん厳しいですが。さあもう一丁、いいね、連発で持っていく。この1ライン持っていくのがね、いいよね。ただそうですね、霊王の代わりに入れて、まあこっちのは強いかな。でもまあケンシロウ外して重慶、これをくれてやる。まあ、さっきみたいに霞ケンシロウ三国風邪ひ水の、まあそれもいいっすけどね。ただやっぱちょっと防御固めていきたいっすよね。霞ケンシロウ倒した。ターン3かの復活ケンシロウと、さあここで復活来て、少しはやる。はい、海王耐える、さすが。これをみんなにごかも。まあ星4だとちょっと耐久が厳しそう。ただ全体パーティー全体のまあ強化とかもね考えると、まあやっぱ最新キャラかなっていう感じですね。まあ覚醒も残ってますし、まだで、ギーズが復活。まだ死ぬわけにはいかない。次マミア撃てる。はい、それじゃあ対戦やっていきましょう。3戦目、次はねケンシロウ入ってないバージョン、まあ重慶バージョンですね。まあこのパターンか、相手の話ね、まあ、ケンシロウいるじゃないですか。今みたいにあの重慶じゃない、ケンシロウ入ってないレオはね、まあ、簡単に持っていけるんですよ。まあ、星6でゴリゴリ鍛えてあっても、さあ受けよう。まあここはね大丈夫。はい、しっかりガードブロックで、ゴフはね、まあ、防御 HP を、持ってます、マリアとかは。マリア結構優先で持って、まあ、海王もね、強めのゴフにしてます。で、しょぼいのはケンシロウとギーズですね。まあ、残りをつけてるって感じです。これをくれて、あ、ユリアもかなりいいゴフつけてます。ミスミスやられはしないわ。これでどう、まだまだ、はい、
これで最後よ。まあダメージはね、いけまあでも4って考えたらまあ出てるんすかね。まあここから隠しあります。まあ攻撃ガチ盛りの後ろで使う、まあ一応攻略でも効果ありますし。お、来た、ターン2っすね。ちょっとこれ見よう。北斗百裂拳、あー、クリティカルと、これはもう簡単に持ってられますね。結構クリティカルでって持ってられますね。これを戦う剣士たちに光を。ただ今の星6にしても無理じゃない、防げんよね。もうクリティカルが出たらもう倒れると。さあ復活。あー、これ嫌な減り方してますね。太陽も持ってかれますね。はい、まあギーズ持ってかれて、ギーズ復活。でまあカシニケーションは復活するパターンと、ギーズと仲良くね。死ぬわけにはいかない。うん、まあ、次ランキングガチャもありますし、まあ星上げた方がいいかって言われると難しいね。ガード、まあとりあえず戻りますか。編成のとこ戻ろう。はい、マミヤの画面戻ってきました。まあ耐久はね、まあまだちょっとしか戦ってないんでね、なんとも言えないんですが、まあ安定してない感じでしたね。まあ4と6は全然違うので、6まで上げたらどうかなっていうのはあるんですが、パッシブもね、開きますし、耐久増加。味方剣士全員の必殺発動率が上昇する。これは相当強い。で、クリティカル回避と追加ダメージ軽減が 40% 上昇。さらに、敵剣士1体につき、自身のクリティカル回避率とダメージ軽減が上昇。だって後半になってくると、まあ敵とかも減ってますし、あそこでクリティカルもらいましたよね。最後の戦い。カシニケーションはね、やっぱクリティカル結構出しますよね。クリティカル回避率とかあったとしてもね。80% の確率で特殊ガード。これは強いですね。火ダメが 60% 軽減。これ強い。あとはやっぱりね、覚醒っすね。こっから。この動きによるダメージで敵剣士の投機は上昇しない。これはいいですよね。で、これが強いですね。自身を除く味方剣士全員のクリティカル率は 25% 上昇と。今ね、霞剣士をサポートする。まあ、こういう感じの、まあ、バフっすね。これが相当優秀なんですよね。しかもクリティカル。今、クリティカル出るかどうか。これ、かなり違ってくるじゃないですか。霊王、海王をワンパンで持っていけるのか、ちょい残るかでは、その後の戦いがね、まあ、かなり変わってくると。もうワンパンで持ったらもう相当有利ですからね。もうその時点で。あとは、ここはね、ここも安定しないんですよね。50% の確率で2ターンの間、すべての力タイプの味方剣士の奥義ダメージ増加は 20% 上昇と。ここが乗ればね、 20% 上昇でかいですけどね。奥義ダメージ初手で乗ってくれればね。あとこれは強いです、必殺封印、これ強いですね。まあこれも 60% の確率。まあ確率やからね。
まあ星使うならまあランキングガチャ、まあ耐久のことだけ考えて星を上げるなら一旦我慢した方がいいんですか、そこは。まあ全体的に剣士を強化してるっていうのだったら全然いいと思うんですが、まあがっかりするパターンになるかもしれないですよね。星4から星6上げたのに、ギーズ、これ動画出して、まあ4で厳しくて辰巳剣士郎持ってかれて、まあクリティカルでないときは耐えると。で、星6まで一気に強化して、だったらクリティカルでもね、耐えるようになったんですよ。まあそういうのもあるので、あとは星6になったら、例えば剣士郎外して、まあ重慶でいいとかね、いうパターンもありますし、まあまあいろいろ変わってくるんですけどね。まあとりあえずランキングガチャ待ちじゃないですか、一旦は。マミ当たってどうしようかなって迷ってる方は、まあ育成してパーティーに上げたらパーティーの底上げにはなるので、はい、ということでまあ今回はここで終わりたいと思います。まあ一応ね、評価高いですよ。ギーズと同じ、ギーズと同じくらいですかね。まあ覚醒も考えると、覚醒込みで考えると、まあギーズの時にジャギーのまあ3段階4段階上のやつ来たねって話して、まああれはね敵の攻撃力ダウン持ってるじゃないですか。もうダウン持ちはもう安泰なんですよ、次出るまでが。でまあギーズはまあそこまでは使えると、まあただそれくらいまあ評価高いですよ個人的に。まあちょっと安定しないですねっていう話はねしたんですが、評価は高いです。まあ最新キャラね、やっぱね。はい、ということで、マミア好きなだけだろって、それもあるかもしれない。ご視聴ありがとうございました。